竹杯で一人麻雀をやってます。まあ、こういう終わりのないシリーズは雑談や、一人麻雀をやりながら竹杯になれる、一つのきっかけというか練習にもなるかもしれないんで、完全に雑談枠ですね。一応ドラぐらいは見とくか。リアンゾー、やっぱりこの当たり前に伏せる立てる、この作業も相当難しいですね。慣れればそうでもないかもしれないんですが、少なくとも今日現在は難しいです。あとはあらゆるところがこう丸みを帯びてるんですね。一見直線に見えますけど、なのでこう乗せた時に平らな床に乗せているっていうより円の上に円を乗せてる感じなんで、こうくるくる滑りやすいですね。やってみて、無理に球層を残して7、8、9を狙うぐらいだったら面単品狙った方がいい気がしますね。この手を7、8、9やると、ここのせっかくの両面が崩れる、チーピンパーピン1枚ずつ切らないといけない、ちゃんと他でってなるんで、よほど点数に縛りがない限りは789狙うべき手ではないですね。789で3メンツできるってことは、他の使える場所で1メンツとジャントしかできえないってことなんで、絞る人だともしかしたらチーピンパーピン落とす可能性もあるぐらいのレベルですね。若干私は普通はどのぐらいかわからないんですが、多少こう絞りたい、自分が切った牌で特に自牌の役牌ポンはさせたくないみたいな、その気があるんで、意味もなく絞るという打つ癖がありますね。ドラのリアンゾーに縛られるぐらいだったら、ウーソーにくっつけて面単品の方がいいなと。リアンゾー引いたら、ジャントーにでもならない限り切るのかな。これは予想外なんで、あとはリアン面で、ウーソー先切りかな。トンじゃなくてウーソー切りですね。これで普通にリーチと。いや、サブロー1。捨て牌も分かんないですね、こんな捨て牌。端っこいらなそう、自牌は通りそう。でもうこれだけで読むと、ちょっとこれ珍しいパターンで5が出てるんで1469かなと思ったら9層出てるんで、しかもマンズピンズ全く分かんない。ソーズのまたぎ筋の可能性もあるんで、サブロッソースッチッソーもハテナマーク、読めないですね、こんなのは。とりあえず端っこは通るのかなと、棒天即リーだなって読みますね。あとはサブロー1積もるか積もらないか。サブロー1、あとはもう適当ですね。積もうと。リーチ積も。リーチ積も。裏ドラは1枚乗って1200。26ですね。26、3半。練り牌だと当たり前にできる動きが難しい。これもまた竹牌持ってないと
分かんない感覚なんで、まあ新しい発見だなと。あとは竹灰はこう木なので乾燥してるというか、ペタペタくっつかないんですよね。ペタペタくっつかない、あの隣の灰とかまたは指とかに。メリハイはプラスチックなんで、指の水分とか指の油でこうくっついたりしますんで、こう 連動しやすいと、動きが力がこう伝わりやすいと。竹灰はもう乾燥しているプラスくっついてないんで、灰と灰が点でくっついてるんで、力をこういうふうに、ここに力を与えてこういうふうに、で力をこう伝えていくのが難しいですね。まあ、ただ触ってれば何かしらコツはつかめると思うんで、まあ、実際友人麻雀で自宅でも打たない限り竹灰で打つっていうのはもう時代的にないのかなと。今の年配の方なら、昔は雀荘も自宅で打つ麻雀も竹だったよと、そんなこと言うかもしれないですね。せっかくしごろしごろの種があるんで、当然マンズのしごろを見て、まあ、パーワン、リャンワン、リャンピン、チュン、どれか、この辺もあの打ち方なんですけど、2か8をどっちか諦めて裏める可能性で出ますけど、 G1 引いてくるかも、3-1引いてくるかも、どっちも取りたくてチュンって普通はこう廃効率の理論だと言いたくなるんですけど、若干手にあのやっぱりチュン切ってポンってされると個人的に嫌なんで、恨める確率を上げて若干可能性を諦めていく、恨める可能性増えますけど、私はそっちの打ち方の方がなんか好きなんで、リャオワンとか切りたくなります。なのでスピード麻雀とかの 理屈だと説明するのが難しいですね。チュンよりリャオワンの方が絶対くっつくんで、3-1引くとか、これ嬉しくないんですよね。くっついたんですけど、こんなペンチ1なんかもちろん引く可能性はありますけど、こんなの残して手を縛りたくないっていう思いがあって2か8を切るみたいな発言をしたんですが、まだこの想図の1-3は数層引いて両面とか夢というか可能性ありますけど、この形になるともう早く処分したくてしょうがないんですよね。 G1 の可能性を考えるより泣かれたくない自敗2枚を抱えて場を引き締めた方がみたいな、そんなちょっとこう勝つ麻雀ではないですね、少なくとも。まあ、結果的に恨める確率を自分で上げてるんで、まあこれがまあ手作りの面白いとこ、まあ、自分の理想通りいかなかったら別に上がんなくてもいいぐらいのその一環ですね。まあ、もちろん点数状況とかオーラスで先天差で逃げ切ってるとか、状況によって もちろん打ち方変わるんで、この打ち方がダメって言ってる人も馬強であったり点数状況次第では、うん、その打ち方の方がいいってなるわけで、まあ差し子を見るし、ちょっと私はウーワンを使いたいんで、リャンズをいらないって感じですね。素直にスッチスを引けば天敗ですし、ウーワンにくっついて差し子しごろになれば、カンちゃん落としていくしと。
まあ、理想通り数走引けば差し子、数番から引いた時は私はちょっと三走切ってリーチだと思いますね。あ、まあこれも点数状況とか、もちろんチーソーがもう3枚出ているとか、そしたらやっぱりローソー切るし、なかなかこう結局は何を喋っても点数状況、場の状況次第と。なのでこう、おお聞いた数走、まあこの終盤だと3と6どっち安全かなと。20位以内に老僧出てたら老僧切るかもしれないし、フラットな状況だとまあ3走でいいや。まあピンフと、まあリーチかけてもいいし、まあ終盤だし点数もそんな高くないんで、まあ天敗でいいやって感じですね。まあスッチッソピンフのみ、まあ、捨て牌、まあ、ピンフ系の捨て牌ですよね。端っこから切れていってだんだんチュンチャン牌が出てくると。で中盤にウーソー出てるんで1469注意、イーソー9ソー出てるんで、まあ、ピンツがでも両ピンピンツ分かんないですね。これでテンパってるよって言われても、これでテンパってるんで読んでって言われて、あとピンフ系、ピンフ系一番つもぎり手出しの理論が通用しないというか、なかなか難しくて、まあ端っこから切れている、まあ2八あたりから切れてくるのは端っこと同じ扱いなんで、まああんまり読むとしたらやっぱイーソー、イースーソー6キュッソーぐらいかな。ピンフ系のイースーソー6キュッソー、ただたまたま捨て牌に1球あるんで、まあ切れてない筋ピンズの上は分かんない。マンズもイースーチーサブローワン出てない。あえて言うんだったらソーズが一番安全そうだけど、実際待ちはスッチそうなんで、まあ難しいですね。まあこういう答えが絶対出ないことを読むのも麻雀しかない、不確定要素が強いゲームでしかありえないんで、答えがないっていうのは、まあ、答えがあった方が万人が納得はできるけど、答えがないゲームだからこそ読みっていう言葉があるわけで、そこもまあいい部分だと見てますね。まあ、ちょっと竹杯で一人麻雀やってみました。ありがとうございました。